はい、こんにちは。いや、どうですか。もうね、5月も終わりぐらいになってきてね、いよいよ6月になるとね、追肥のね、時期になってきますけれども、皆さんどう？もう手かけてます？そんな形でね、今日はね、追肥に関してちょっとお話ししようと思ってますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。ね、3月にもう植え替え等されたりね、剪定して、もしくはね、元肥で、こう、たくさんね、栄養分を与えて、とりあえずね、栽培進んでると思うんですけれども、これで5月の終わりぐらいになってきましたからね、いよいよね、今月の終わりから来月にかけて、追肥って形ですよね。で、追肥っていう形で、ね、この間の、ちょっと質問ってわけではないですけどもね、意見でちょっと来てたんですけれども、花芽がついてないとかね、全然こう花が咲かないっていう方たちも何件かおられたんですね。で、こちらのね、ジャンボレモンの方、自分も3月以降にね、ちょっと植え替えしましたけれども、こちらの方ね、新しいブレンドって形で、まあバーク堆肥を5割ぐらい使ってね。で、その他に、赤玉の小粒を、3割半ぐらい使ったのかな。そんで、その他ね、バーミキュライト。バーミキュライト。下かみそうですけど、バーミキュライトを入れたりね、して、ちょっとこちらの方ブレンドして、そんで、植え込んだんですけれども、まあ、こちらの方にね、当初、実がついてるやつ、ね、もうこう、どんぐりよりちょっと大きいぐらいかな。どんぐりよりちょっと大きいぐらいの、実がついてるのが何箇所かあるんですけど、その他、まあね、肥料の与えるこう、内容も良かっただろうし、この土の表面でこうやって触ってみて、ややね、硬かったんですね。で、その硬かった部分をちょっと柔らかくしたいなと思って、バーク堆肥ちょっと多めに入れて、皆さんにもね、以前からこう、新しいブレンドだよってことをお教えしてるんですけども、なかなかバーク堆肥を多めに入れてるとね、土の方が排水性良くなって、あまり硬くならないっていうね、メリットもありますんで、そのような形でやったらば、で、ほとほとこう、自分のところで、表に置いてあったやつ、ビニールをこうかけて置いてたんですね。で、ビニールを置いてかけておいたらば、ほぼほぼね、こう、花咲いちゃって、もう人工授粉、やってしまったんですけどね、これ部屋の窓際に置いてたんですよ。したらば、追加でってもおかしいですけどね、またね、つぼみがどんどんつき始めましたね。みたいな。もうね、実は大きくなり始めてるにもかかわらず、またつぼみがたくさん、ね、そちらこちらからね、こう、ビシビシ出始めてきて、あれって、また自己授粉やるようだなっていう、そんな感覚なんですね。ですからこれやはり栄養をしっかり与えてあげれば、で、こう、花芽持ちますから、で、こちらのね、木に関しては、まあ2週間に1度、3ヶ月に1回の、こう、緩効性肥料の他に、2週間に1度ぐらいね、液肥を与えてたんですよ。ね、実がもうついてるんで、もうちょっとね、成長、促進させてあげようかなと思って、ちょっと薄めでしたけれどもね、液肥の方を2週間に1度ぐらいこう与えてたらば、またその勢いだったかもしれないんですけども、花芽が一斉に出てきてね、つきましたけど、ちょっとそちらの方をお見せしましょうか。こんな感じですよね。こんな感じで花芽がつき始めてる。結構ね、つき始めてますね。こちらの方と、それと、こちらの方ですか？こっちじゃないな。あ、こちらの方ですね。こちらの方。こちらの方は、左の方にね、もう成長してる、レモンの、どんぐりぐらいのね、大きさの実と、で、右側にまた花芽。それとね、枝の上の方。枝の上の方になるんですが、こちらのもね、こんな形。
どん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 花芽が出てきて、またね、これ人工授粉するような勢いですね。こんな感じで、今ね、この鉢の方、12号の鉢ですか、12号の鉢に入れてるんですけども、こんな形でこう、下からわーっと咲いてるね、レモンの、木なんですけど、まあ、こう土のね、こう鉢に入ってる土のサイズ感とか、その辺を、まあ、考慮してね、肥料の方もそれ相応にある程度の量を与えてるようにしてます。それと、まず、緩効性肥料。緩効性肥料を与えているのが一番いいんですけれども、まあ、特にね、室内でやられている方はね、虫が湧いたりとかその辺ね、抑えられるし、匂いも抑えられるので、緩効性のね、化学肥料。まあ、以前ご案内しましたけどね、14%ってね、窒素、リン酸、カリが、14% ずつ含まれているやつ。こちらの方を鉢の周りぐるぐるっと入れてあるんですけど、その他に、レモン栽培始めたばっかりの方でね、量がよくわからないという方たち。で、それも、以前ご説明しましたけど、大体 100g ぐらい。15ぐらいだったらば、鉢のサイズがね、まあ、15っていうと、始めたばっかりの方わかんないでしょうけども、1号3センチですから、約30センチの鉢に植わっているものに関しては、15サイズなので、こちらに関しては 80g から 100g ぐらい。だいたいこうちっちゃいお米の計量カップあるじゃないですか。あれ 200cc ぐらいのね、計量カップ。あれで、まあ、80cc から 100cc ぐらいの間をこうパラパラっと巻いて、周りに巻いてあげるっていうのが理想ですね。で、その他こう慣れないっていうかな、なんか感覚的に、まあ、化学肥料はあまり好きじゃないですよとかって言われる方もいるんですね。そういった方たちとか、その他、量的なもので、まあ、ね、はっきりこういった量がわからないって言った方で、なるべく失敗がないようにやるっていうのは、結構ね、こう、やりやすいのが、油かすは、失敗少ないですね。油かすは若干多めに与えたにしても、ね、特にこう、肥料焼けをすぐに起こすとかっていう、ね、こともないですからね。なるべく、まあそういった部分、やりづらい人はね、油かすとかっていうのをちょっと若干多めに与えてあげる。で、油かすと、なおかつ、緩効性肥料を、同時に与えてあげるっていうのも、これもね、栄養を、より早く吸い込ませる意味ではね、結構有効かなと思います。こういった形で、ね、今回は、その6月に向けての、まあ、肥料の時期ですよっていうね、お話ちょっとしてみたんですけども、次回ですね、次回ちょっとね、表に土が固まっちゃってるやつあるんですね。ちょっと硬くなっちゃってるやつ、それね、ちょっと時期外れちゃってるんですけども、あえてちょっと植え替えして、で、植え替えをして、また元肥用プラスアルファ、その他ね、土が硬くなってる部分で、バック堆肥をね、実際にこう入れ込んでみてね、実践という形でね、またお見せしようと思ってるんですけども、まあこちらのね、肥料のことね。まあとにかく、花芽が思ったらば、窒素、リン酸、カリの何が重要になってくると、まあ当然窒素もカリもね、重要なんですけど、リン酸、花芽を育てるためのリン酸ってね、結構重要になってきますんで、その辺もバランスよく。まあ全体的に窒素、リン酸、カリがね、こうバランスよく入ってるものを使ってればまず間違いないのかなっていう、そういう感じですけどもね。で、お庭に植えてる方、ね、鉢植えとは別に、お庭に直植え、ね、お庭にね、重植えをされてる方、お庭に重植えをされてる方っていうのは、これ鉢植えの栽培とはね、また違って、やや多めにね、肥料を与えていく必要があると思うんですよ。鉢の場合にはね、表にね、栄養分が逃げるってことはないですけども、重植えの場合にはね、そこらにこう散らばってしまいますね、栄養分がね。だいたい鉢植えの3倍から5倍ぐらい用意してもいいのかなと。その代わり、根元には巻かないように、あくまでも、こう、木に対して、木のね、直径に対して下にこう穴を掘って、そこに、肥料を追肥してあげるっていうのが理想ですのでね、
そういった形でやってみてください。今日はね、6月の、肥料、追肥の時期ですよってことでね、皆さんもうずうずしてると思うんですね。で、今後、またね、6月、ね、5月、6月のお話になっていきますけれども、その他、今度は6月、7月のお話もね、徐々に進めていこうと思ってますので、まあ、レモン栽培始めたばっかりの方、ね、よろしかったらまたね、ご覧になってみてください。今日はですね、6月のね、追肥ってことでね、お話しましたけれども、以前1年間にやることってことでね、カレンダーを、年間カレンダー、スケジュールね、年間のスケジュールってことで出してあると思うんですけども、それを参考になさって、6月の追肥ってことですね、皆さんもぜひ、追肥手をかけてみてください。で、今後ですね、5月、6月、6月、7月っていう形で、ま、管理の方法をね、また後々アップしていきますのでね、よろしかったらそちらの方もご覧になってみてください。それでは、またお会いしましょう。さよなら。